レミングス。昔グラフィックの性能で有名だった PC、アミガの作品を移植したもので、レミングたちに指示を出して、規定の数をゴールへ導くというゲームです。レミングの登場する数や、ゴールへ導く数はステージごとに違います。このレミングはすぐに死んでしまいます。高いところから落ちたり水に落ちたり、放っておくと、危ないところへもどんどん進んでいって、どんどん死んでしまいます。そのためプレイヤーが指示を出して、ゴールまで導いてあげなければなりません。指示の種類は8つもあります。壁を登らせたり、高いところから落ちてもいいように、傘を持たせたり、地形を掘らせたりと様々です。単純で見た目は地味なゲームですが、ゲーム性は高く、一度始めたら、なかなかやめられない中毒性があります。たくさんのレミングをゴールさせた方が勝ち、という二人対戦もあってかなり白熱します。アクションパズルゲームの傑作です。スマッチテレビ、画面固定型トップビューのシューティングゲームです。賞金稼ぎが殺人ゲームに挑んで、蹂躙される様子を楽しむテレビ番組が舞台、というヤバすぎる設定です。設定から妖芸臭が漂いますが、その通りのノリの軽さで、近い者や観客が煽ってきたり、要所で叫び声が入ったりと、独特の世界観になっています。弾数無限のマシンガンで、四方から襲いかかってくる、ミュータントを殲滅すると、次の部屋に進め、ステージのゴールには、ボスが待ち構えているというシステム。この襲いかかってくる、ミュータントの数の暴力が半端なく、後半のステージになると、数十分もの間大量の敵が湧き続け、一瞬の気を抜くことも許されない状況が続き、プレイヤーを疲労させます。そのため難易度は非常に高めで、ゲームバランスは良いとは言えません。アイテムも用意されていますが、敵が多すぎてアイテム取れないことも、二人プレイが可能なので、ネタ的に盛り上がりながら、プレイすることをおすすめします。フラッシュバック。今まで世界に120万本以上の販売実績がある、名作アクションアドベンチャーゲームです。とある宇宙船から脱出し、記憶喪失となって目覚めた科学者が、彼を追い詰める謎の敵から身を守りつつ、地球へ帰る方法を探すといった内容。発売当時としてはまだ斬新であった、モーションキャプチャーを取り入れた、リアルなアニメーションや、手書きの背景だったり、よくできた SF ストーリーは、プレイヤーを今もなお魅了し続けています。難易度は高く、アクションが苦手な人には、最初はきついと思いますが、何度もプレイしていくうちに、操作にも慣れ、だんだんと上達できるでしょう。グラフィック、アクション、BGM と、どれをとってもよくできた名作です。無駄な音楽もなく、鳥のさえずりなど、自然の音の中でプレイできます。アウターワールド。もともとは海外で作られた作品の、ローカライズ作品となります。落雷事故に巻き込まれて、異世界に飛ばされてしまった、レスター・ナイト・チェイキンを操作して、様々な障害を乗り越えていく、アクションアドベンチャーゲームで、当時としては珍しい、ポリゴンで作られたグラフィックは、無機質ながらも未来感の高いものとなっています。レスターが飛ばされた異世界は、危険がいっぱいで、特に戦闘訓練などを受けていない彼は、
ちょっと気を抜くと、すぐに死んでしまいます。そのテキストなどによる演出が、一切存在しないこともあり、よくわからないシチュエーションで、すぐ死んでしまう主人公を、なんとか操作して生かす、という非常に難しいゲームとして、世間では知られています。クラッシュ、ダミー。クラッシュ、ダミーとは、その名の通り、自動車等の衝突実験などで使用される、人形を意味します。時にはシートベルトを外されて、車外にぶっ飛び、別の時には荷物を持って、電車に放り込まれるなど、散々な目に遭っている、あのダミー人形です。さて、本作はそんなクラッシュ、ダミーの、スリック君となって、様々な仕事という名の、ミニゲームをこなして、お金を集めていき、その貯めた金額がそのままスコアになる、という仕組みになっています。一応自我がある、ということになっている、ダミー人形が、ビルの屋上から突き落とされたり、車に乗って障害物を跳ね飛ばしたりと、縦横無尽に働く様は、ちょっと痛々しくも感じられます。おそらくアメリカだと思うのですが、海外作品らしいノリとも言えますね。ジュラシックパーク。90年代前半、世界的な恐竜ブームがありました。日本でもレックス恐竜物語、なんていう恐竜ものの映画が作られ、話題となりましたね。さて、そんな恐竜ブームの最たるものが、アメリカが世界に誇る映画監督、スティーブン・スピルバーグ監督のジュラシックパークでしょう。本作は海外で制作された同タイトルのゲーム化作品のローカライズ版となります。原作主人公のグラント博士となって、ジュラシックパークから脱出を目指すというストーリーになっています。通常のマップは見下ろし型で、建物に入ると一人称視点に変化するというものですが、非常に死にやすく難易度の高いゲームとなっています。コンティニューが無限なので、ひたすら死に覚えれば、いつかはクリアできるでしょうが、ダンジョン、マスター。リアルタイムで時間が進行する。3D ダンジョン内において、敵との戦闘だけではなく、飢えや渇きの恐怖とも戦いながら、目的を達成するという、言うなればダンジョン内をサバイバルして、生き残りながら目的を達成するゲーム、とも言えるでしょう。最初にヒーローを4人選んだら、あとはひたすらにダンジョンを探索し、時には倒したモンスターを調理して食べたり、時には罠から全速力で走って逃げたりを、していくことになります。キャラクターに求められるのも、戦闘能力だけではありません。飢えや渇きへの強さや罠への対処法、さらには持てる荷物の量を問う、この多岐にわたるステータスやスキルが、本作のとっつきにくさの理由でもありますが、同時に非常に魅力的なゲームである、
理由にもなっています。大人になるとこの手のゲームは時間がなく、なかなかできないですが、時間のある時にじっくりとやりたいですね。実は自分